今宵語られる物語は日本三大仇討ちが一つ、曽我物語。語るべきはこの二人、語り継ぐは曽我物語。響くなが、もうじき良いことが起きますよ。姫がお戻りになられるのですか。やったー、カワッドの鬼の正体つかまつる。あー、響くわかが歌声かが、愛しいかが家族の歌。行くぞ兄さん。来い。はあ、強くなったの。ゴロ、お兄さんこそ。母上、我ら兄弟の仇討ち、どうかお許しくだされ。なりません。なぜです、母上。我ら兄弟が母上にお会いできるのはこれが最後でございまする。誇り胸抱きて、転び朽ち果てる。